豊中市消防局救急隊です。救急の現場を再現してくれているのは大阪豊中市消防局救急隊の皆さん。大丈夫ですか？もしもし大丈夫ですか？意識なし。何の再現かというとこれ。隊長、救急隊がありました。了解、情報を読み取ります。60歳男性、既往症に高血圧、狭心症あり。スマホをかざすと患者さんの状態が一目で分かりました。その名も救急タグ。小型のチップが内蔵されているケースにあらかじめ病気や飲んでいる薬についての情報を登録しておきます。すると万が一体調が急変して搬送された時に救急隊がスマートフォンの専用アプリで読み込めば一目で患者の状態が分かるんです。今救急件数は毎年最高件数を更新してまして、で救急活動時間が延伸している状況です。これがあれば少しでも早く病院の方に搬送できるのではないかなと。救急搬送の時間短縮につながることが期待されている救急タグ。失礼します。開発したのは、お邪魔します。これ小学校向けの教材です。大阪市内にある従業員3人の小さな会社モンキャラメル。救急や消防に関する教材を制作していて、2015年から救急タグの開発を始めました。きっかけはクライアントとして接する救急の現場の声を聞いたことでした。どういう状況です、状態ですかとか周りの人に聞いたりね。それの聞き取りにものすごい時間かかるんですよ。結局その聞き取る内容がきちっとなかったらどの病院に連れていくっていうのも決まらないじゃないですか。意識がない人、そして日本語を話せない外国の人から容態を聞き取れないときに患者の情報が一目でわかるものがあれば、そんな声から救急タグを思いついたんですね。これを最初に救急隊にお見せしたときにもうすぐに欲しいっていうふうにおっしゃられたんですね。救命の現場では救急タグの普及に期待しています。開発の段階から耳にしていた救急救命医は、特にこの救命センターなどでは意識がないような患者さんが多くて、アレルギーの情報や飲んでいるお薬などこういう情報がないまま診療を始めることになっています。救急タグでこのような情報が分かると患者さん自身も安全な医療を受けられると、このようなことにつながると考えています。患者の情報をいち早く把握できればその分早く搬送することにつながる。初動が大切な救急の現場で実際救急タグは助けになっているようで、救急隊の方はアレルギーの情報、飲んでるお薬の情報をすぐに集められると、情報収集がスムーズになった。救急タグは広がり始めています。おととしの G20 で外国から来た人たちに配布されたほか、現在大阪府内の5つの自治体で実際に使われています。その一つが大阪府豊野町。国がコロナ対策として自治体に支給する交付金を使って救急タグを導入しました。でもコロナ対策と関係あるんですか？コロナ禍の中でですね、外出を控えれる方が増えるということで、安心して外に出ていただける、そのような事業に使おうと。豊野町では去年10月、大阪大学と連携して救急タグ300個近くを試験的に住人に配布しました。今のところ付属のシートに記入する形式で使っていますが、今後設備を整えてアプリも活用していくということです。地域で支えていけるような、そういうことにもつながると思います。そして救急タグが進化を発揮するのは、今だといろんなものをプッシュ型支援といって送ってくるっていうで、むやみやたらに今送られる状態になってしまっているんですね。どういう病気の人が何人ぐらいいるんだっていうことは分からないから、救急タグを事前に配布しておくことでその情報を集約っていう方法をスムーズにするっていうことが可能になってくるんで、災害が起きたとき被災した人にどんなものが必要か分かるようになるんですね。
小さな会社が現場の声を聞いて作った救急タグ。まだまだ改良が続きますが、いつか来る災害の時に普及していれば、救急現場の助けになるのかもしれないですね。